ました。次の、バンドですね、このギター1本からどれだけ素晴らしい音楽が奏でられるんだろうと、それぐらいこうちょっとギターちょっとかじってる人もですねびっくりするかと思います。いいですか、この前振りで。はい、それでは皆さん大きな拍手で、お迎えください。コロスケ君です。はい、皆さんこんばんは。こんばんはじゃないか、こんにちは。すみません、僕は大和市から来てですね、さらにこの議員とかでもなんでもないんですけれども、ただのギター弾きです、すみません。見ての通り、僕の場合はバンド仕様ではなくてですね、たった一人で、演奏したいと思うんですが、ぜひですね、ここにいる皆さんと一緒に盛り上がりたいと思いますので、ご協力をなす何点かあるんですけども、最初の曲は、バンヘイレンのジャンプという曲をやりたいと思うんですが、どうぞ。できる範囲で結構ですので、サビのところでジャンプっていうところがあるんで、ジャンプして飛び上がってもらえたらいいなと思うんですけど、まあ、足に膝ちょっと自信がないよという方は、バンザイとかでもなくても結構ですので、ジャンプって呼びたいと思います。よろしくお願いします。なんで、皆さんのご協力が本当に心強いです。ですね、次は、皆さん誰もが知っている、その前にですね、今日はここで深海魚のマスターにですね、一枠いただいて、一人でやっていいぞって話をですね、いただいて、今この場に立っているんですが、それにあたりまして地元の友達とかですね、親とかを呼びましてね、で実はここに並んでいる人たちが結構保護者の人たちなんですけど。はい、いつもありがとうございます。ありがとう。だから
れですね、結構あのライブっていうのもこれ授業参観みたいな感じになっちゃったんですけどね。はい、張り切って、次は予作って曲をやりたいと思います。予作は、このだんだん暑くなってきたんで、たまには雪を取ってですね、あのジャマイカの方にバカンスに行くって話なんですけども、予作 in ジャマイカっていう曲で、レゲエのリズムで予作を弾きたいと思います。ワイヤーしてる僕を見かねてですね、あのスーパーベーシストの細さんが、助っ人に来てくれました。皆さん、細さんです。続きまして、次は、上海ムーンという、曲なんですが、上海ムーンはですね、別名世界一歌詞が短い曲ということでですね、サビの部分だけ、上海ムーンっていうんですね。であのこれもぜひあの皆さんのご唱和をいただけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。特にフロントの方、よろしくお願いします。上海ムーンです。まだね、ムーンでもないんですけど。はい、じゃあ、オサさんの準備をまたとして、どんどん組み立ててしまいたいと思います。Thank you.
もう一曲最後にですね、カーペンターズのトップオブザワールドという曲を弾きたいと思います。ですね、カーペンターズは実は僕の母が結構大好きでですね、お母さん聞いてるね。お母さん聞いてる？うちの母トモコは結構シャイなんで、聞いてないようにしてます。はい、じゃあ、はい、皆さんご清聴ありがとうございました。最後の曲です。トップオブザワールドです。